状況から言うと、ええ、多分スクワットやってたところからなんか張りがあるなって思い始めて、はい、その張りが取れないなと思ったのが1週間くらい前からあったんですけど、はい、その張りが取れない時間が長いんでちょっとおかしいなと思ってたら、3日前くらいから結構な激痛になってきて、で、まあ、ここなんですけどね、はい、左側の、はい、で、ガチガチです、ええ、で押しても強烈に痛くてガチガチで、で朝起きてしばらくくらいはもう本当に動けないくらいガチガチ、はい、で自分なりにストレッチしたりほぐしたりすると夕方以降くらいになってくるともう結構動けるようになるんですよ。あ、動けるようになる、動けるようになるんですよ、はい、でところがもう翌日になるとまたガチガチになっててっていうのが今日の朝は半端ないピークでもう起き上がれないくらいになってて、で今ロキソニンテープ貼って、はい、鎮痛剤飲んでると、ええ、痛みを感じなくて済むのはこうやって動けてるんですけど、でもこうやって踏ん張った時の芯があるんです、はい、っていう今状況だから、こうやって動けるんですよ。朝こんなんです起き上がるのが困難で立ち上がるのが困難で、はい、とにかくあの今でいうとこれ以上もかがめなくて、はい、靴の紐が縛れない、あら大変っていうのが今はそのロキソニンが多分効いてるかもしれないですけど、はい、痛みを感じなくて済んでるんで動けるんですけど、はい、患部のところに根っこが残ってるって感じで、多分間違いなく明日の朝もまた飲むよっていう感覚。ちょっと向こう向いてもらっていいですか。ですね、背中の高さはですね、はい、こっちの方がめっちゃ高いんですよ。緊張してるんですね。なのでおそらくね、こういう姿勢が多いか、あ、その通りです、ね、それからこういう姿勢が多いか、はいはい、どっちかなんですよ。その通りです、はい、それであのこっち側が出っ張っちゃうんですよね。はい、上向きでお願いします。この面倒さがすごく痛かったんですけど、はい、今はでも薬飲んでなかったら痛いですよね。痛いですね、はい、OK、でちょっと検査からしていきます。まず先生、これ見て分かると思うんですが、親指の長さめちゃくちゃ長いでしょ。全然違うんですよね。まあ1センチぐらいですかね。もうもちろんね、こうしたら短くなっちゃうんですけども、立った状態で並べるとちょっとこっちの方が長いのは分かりますよね。なんですがこれね、おそらくこのくるぶしの大きさも違うことは考えられるんですよ。こっちは通りますと、こっちも通らないじゃないですか。膝を曲げてください。これ痛いですね。ここからいけるっていうのはありますけど、ただカバーガードしたな感じ。あ、分かりました。これはどうですか。これは大丈夫ですね。こっち行きます。これこっちが嫌です、ね、嫌ですね。こっちは、はい、こっち平気ですか。大丈夫です、はい、両膝を曲げていただいてお尻を浮かしてください。あ、ごめんなさい、ブリッジしてください。そう、はい、これは平気ですか。大丈夫です、はい、OK、落として、じゃあそのままそのままで丸まります。これ辛いんじゃないかな。もうこっからブレーキかけたかったんです、うん、かけたかったんですよね。はい、OK です、 OK です、はい、以上です。こっからこうするのは大丈夫。いけますね、はい、こっちは、はい、いけます、いけます、 OK、 はい、足を下ろしてこっち倒してください。あ、これいいです、ね、あ、僕ストップですね、はい、こっちはこっちはこれいけますね、いけますね、OK、はい、そしてね、先生ね、もう痛くないようにやっていきますけどね。はい、じゃあ息を吸って、はい、吐いて、リラックスです。OK、これで。さっきの痛みを、繰り出してみます。これ腰さっき嫌な感じ減りました？はい。こっちはどうですか？もうだいぶいいですよね。はい、で両膝曲げていただいて、お尻を上げるのも少し楽になってると思うんですよ。はい。はい、どうして？丸まります。この辺からもう嫌な感じだったと思うんですが、はい、行きますよ。少しこの辺から行きます。この辺から行きます。はい、アウトの、脊柱起立筋なんかが結構ね、縮みっぱなしになっちゃったりするんですよ。
なり変わってるはずです、はい、はい、お願いします。チェックしてください、はい、いいですね。まだあります芯、芯は残ってます。わかりました。ただ可動域が全然わかりました。わかりました。そしてこれでございます。よいしょ、うつ伏せでお願いします。この動きだってできなかったんですよ。あ、この動きできるようになりましたね。気を張れますね。はい、よいしょ、よいしょ、はい、うん、これで、はい、仰向けです。これで膝をお願いします。倒して、あ、楽になってますってところはまだ残ってます。あ、途中の、はい、ここまではもう怖くなってきますね。怖くなってきましたね。 OK、 動作が怖くなります。はい、わかりました。そしたらまだあるとすると、こっちもですね、ここなんですよね。あー、ほら、あー、か固まっちゃう。でも多分ね、足のこのサイズは揃ってんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと失礼します。こっちは通りますと。あ、ほら、あ、さっきね、ちょっとまだ硬いですけど、だいぶあの近づいてきましたよ。さあ、そして、先生、親指の長さ比べてみて。お、さっきこっちの方が長かったんですけど、こっちの方が逆に少ない。細くなっちゃうね。これ逆、今逆転してるでしょ。ね、はい、よいしょ、はい、ここに、はい、もう一回チェックしてください。どうですか。いいですね。いいですね。その奥の奥はどうですか。ね、この多分このちょっとした進展の度合いとかで、ええ、今これだと、ええ、全然大丈夫ですけど、ここはここ全くなんだと思います。はい、この角度が大丈夫。ちょっと屈曲すると思うんですけど、この辺だったらもう、あ、よいしょ、一回伸ばして休憩して、はい、じゃあお願いします。はい、ない、大丈夫です。大丈夫そうですか。大丈夫です。じゃあ先生、さっきダメだった丸丸やつをやってみましょうか。取れてなかったのかな。すごいショックなんだけど。がっかり。え、ちょっと先生もう一回あの前屈してもらっていいですか。下に手つくじゃないですか。はい、はい、痛み全部ゼロにして返したいので、はい、なんかどうですか。いや、状況的には今もうジャンプもできるし、走れますし、もう回れますし、はい、あの朝からあった痛みっていうのがあるので、ええ、多分このピンポイントの多分筋肉の硬さみたいなので、ここに何かいるなっていうのは、はい、あ、わかりました。動作は邪魔はしないです。これそこです、ね、あ、これですね。 OK、 そうです。そう、そこはもう、はい、ピンポイントです。あー、ちょっと休みしてください。腰もらっていいですか。すみません。あー、分かった先生。ちょっとどっちかっていうと反り腰傾向、ね、これちょっとうつ伏せお願いします。これがね、腰方形筋っていう筋肉の、短縮が固まっちゃったままなのかもしれないですね。はい。それで、こうして、こうして。ああ、ほんとこれ。これですね。腰方形筋の緊張が、はい、明らかにその、はい、それ助かってるなって感じが感じますね。これこいつだっていう。こいつ犯人の、大きい犯人だってすごい感じ。ええ。こんなに硬い人いないですよ。はい。え、本当にもう恐るべしっていうか、もう底なし沼。先生、もう一回チェックしてください、これで。どういう、さて、はい、前屈など、すべての動きを。楽です。おお、めっちゃ柔らかい。めちゃくちゃ楽です。はい。で、さっきのここの痛みどうですか。全然大丈夫。あ、抜けました。はい、あ、やっぱりね、腰向けなんですよ。そうですね。じゃあ仰向けでもやらせてください。ああ、よかった。こういう動作も怖がらないですね。全然。あ、そうですね。腹筋を使いながらみたいな。はい。そうそうそう、ここ自分でも押してくださいね。で、お尻をまずこっちにやってほしいんですよ。この状態だと少し緩むじゃないですか。
ね、で、こことここ一旦近づけてもらっていいです。そうそうそう、はい、近づいて、これでリラックス。そうすると筋肉がたるんでるはずなので押しやすいはずなんですが、先生入んないですよ。あ、これで若干入る。でこの腰方形筋自体はもう薄っぺらくてすごい小さい筋肉なんで、骨盤を上げるだけの能力ってないんですよ。絶対にね、教科書には書いてますけど、はい、両側緊張すると反り腰を作るとかね、片側緊張すると骨盤を持ち上げるって書いてるんだけども、絶対に持ち上がらないんですよ。なんですが、ああ、柔らかくなった。うん、OK。じゃあ、もう一回膝を曲げていただいて、もう一回丸まりますよ。よっ。無理なく。どうですか先生、腰平気ですか？あ、いいです。2回、はいはい、で3回目、よっ。まあほぼついたかな。 OK、 はい、これでちょっとあらゆるチェックをしてください。もう痛くないと思うんですが、大丈夫ですか？腹筋もできそうですか？大丈夫ですね。おお、いいっすね。いいっす。大丈夫ですか？はい。そうか。自分で気がするんと違ってるかもしれないですね。かもしれないですね。はい。はい。ね、こんな具合で、はい、あれなんですが。わかりました。はい。ありがとうございます。助かります。いや、本当にもう体資本ですからね。いや、取れてよかったですよ。ヒゲ先生、大体大丈夫なんで。あ、そうですか。はい。すいません、ヒゲ先生。そうなんです、はい。はい、お願いします。失礼します。